今日は本当に寒い中ありがとうございます。すいません、今日が寒いのも雨がパラついてるのも私のせいでございます。本当に申し訳ない。もう世界屈指の雨男である私の責任であります。あんたんでないよ。あんたんでないよ。あ、うまいうまい。あんたんでないよ。うまいうまい。おだてたらいかん。あんたんでないよ。あんたん。あんたんでないよ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 。実に楽しいシーンなんですここは。私がね、うんこ漏らすっていうシーン。私はもうこうやって映像でうんこ漏らすの水曜どうでしょう以来ですよ。あ、いい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 、楽しい。マイクが画角からはみ出てるのかどうなのかっていうのをちょっと見てもらっていいですか。はみ出てるよ。はみ出てる。出てる出てる。出てる？まだ？カット NG。つまみ食いしやがって。なんか文句あんのかよ。お菓子は太らないって。あるある。俺の持論。お菓子食べるぐらいならちゃんとご飯食べればいいじゃないですかっていう人いますよ。うるさいっつんだよ。絶対ご飯食った方が太るわ。もうご飯も食わない、お菓子も食わない、本当ね、おかしくなりますよ本当に。ちょっと今上手。ちょっとうまいこと言っちゃった。お菓子は食う。まだ泣いてる。まだ泣ける。もうね、もう止まりまへんね。どうしてやってください。バナナ食べたい。バナナ。鹿野康明、金字ストロフィーで車椅子。俺は人生楽しんじゃいけないのかよ。この冬最高の感動実話。命の責任は自分で持ちます。あの人のわがままは命がけなんです。俺は一日一日が勝負なんだ。こんな夜更けにバナナかよ、愛しき実は。うわ、なんか今グッときた。